ちゃ怖いですけど。もう二度と行きたくないです。そうなんだ。二度と行きたくない心霊スポットのうちの一つです。あれもね、いや、あとさ。俺、慶応の合宿、大学生の時に、はい、なんか山があって、山道に、はい、なんか、まあ一人肝試しみたいな感じで、はい、一人下ってたの。はい、でそうしたら向こう側から、あの、後輩の集団と出会っちゃって、はい、なんか、うわ、幽霊とかって向こう側からめっちゃ言われて、俺だ、俺ってなって。で、なんかせっかくだから合流して、はい、行こうぜみたいな感じになって、で、やっぱね、なんだろうね、あの聞き違いかもしんないけど夜の山めっちゃいるよ。あのなんかね、まず使われてないペンションみたいなとこがあって、はい、でそこら辺に結構奥に行ってる後輩とか家の近くまで行ってる後輩とかいたんだけど、明らかにわーわーみたいな声聞こえてんの遠くでめっちゃ叫んでる声聞こえてるんだけど、やっぱみんな気づかないわけ。え、今聞こえたよねみたいな。めっちゃ遠くで叫び声したでしょ。よいよいみたいな。で、あの、よくさ、警戒色、警告色っていうので、はい、心霊写真に赤いのが写ると、はい、あれだよみたいな。で、山の下ずっと下ってて、明かり本当に何一つもないの。でもやっぱ赤い点がちょっと奥の方にチカチカっとしてるのが俺は見えて、警告してるかもしかしたらあんのかなとか、そのそういう知識しかなかったから、はい、まあでも分からんけどとりあえず行くかっつって、で後輩が結構続々とリタイアしていって、まあ、なんか普通に帰りますみたいな感じで、で最終的に俺となんか軽音のカップル2人になったの。なんか本当は邪魔しちゃいけないなと思ったんだけど、はい、なんか一番先輩だからそのなんか何かあった時にって言うんで勝手に責任感で俺がついてきちゃったんだけど、すっげえいらないやつだよね。すげえいらないやつだろうね。今思えばね、今思えば好きにしろって感じなんだけど、ちょっと空気読めてない当時で、まあ結局すげえ奥まで行ったんだけど霧が出てきてもう帰ろうってなって、でもう上りで帰りなんですよ、完全に帰りなので、俺は一番右端にいたわけ。はい、でもうね、歩いてる途中からやっぱ右後ろの方からめちゃめちゃ話し声するわけ。なんかもうこう、なさっだみたいな。あの先輩ちょっと空気読めてないね違う違う違う、ここにいるんだよ後輩、ここにいるのにここの俺の右後ろでさ、あの先輩空気読めてない、めっちゃそうだよみたいな。浮遊霊にも言われんの浮遊霊にも言われんの俺。いや、マジで、わかんない。その夜の山ってさ、意外とうるさいんよ。ざわめきというか、虫か動物かわからんけど。夜の山は、なんか、そうだね。そう、あの、全く静かじゃなくて、だそれがそういう風に聞こえたのかもしれないとは思いながらも、夜の山ってめっちゃいるじゃんっていう風に思ったの、一個体験して。ね。本当に皆さん気をつけてください。あ、本当だよねマジで怖いからやりすぎ注意、やりすぎ注意、本当に。あ、俺もあと1個だけあるんだけどちょっと長いからまた今度にする。あ、了解しました。これはなんか、ま、真面目に体験した話。はい、もうなんか物理で現象起きてるから、あ、まあ、まあ、多分はもうやばいんじゃないかな。ガチで、うん、ガチのことはあった。1回、あ、長いんだよ話すとなんだ、また今度にする。はい、うん、そんな感じですかね。いやー、なんかね、意外とでも体験しないなっていう。俺この年になってから、この年というか、なんだろう、そのカメラとか持ってこう心霊スポット巡りみたいなのをしても、はい、友達と全然ない。あ、全然しないの。都内のあの青山霊園とかさ、はい、あ、青山霊園、ね、いろいろ行ったけど全然なかった。まあまあまあ、だからまあそんなもんなのかなみたいに思ってたけど、うん、でもな、昔はちゃんと体験してたんだよねあれなんか謎だよね。いや、やばいですね。どっちかというと、うん、古戦場とかああいうところの方が結構危ないです。例えば昔の留置場とか、うん、そういうところが結構きつかったりはします。なるほどね。なんかさ、
よくあるんだけどさ、うん、なんで大学生、いや別に批判的じゃないんだけど、うん、大学生ってそういうとこ来たな、気がち問題、俺すげえやってなん、もっと他のことやるって俺は思ったね。あ、今でもそう。いや知らないけど、まあそうだね、だって周りとかさ、俺専門学校行ってたから、はい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 、そういうのあんまなかったの、うんうん、なんかもう心霊スポット行ったとか、なんかもうそんなことずっと言ってるよ。あ、なんか車で行ったとかさ、肺病院行ったとか、なんで大学生そう行きがちだよ。なんでだろう。あ、一個だけあった、思い出した、その大学生の行きがちって。皆さん、あの大学の時一緒にバンド組んでて、でその時の元ボーカルが、まあ、聞いた話だから、聞いた話、あの池袋のさ、なんだっけ、東池袋公園、もともと巣鴨プリズンだったっていう、そこで、なんか、まあ、みんなで鬼ごっこ、かくれんぼしてて、で、その一人がなんかゴミ箱かなんかのこう影みたいなときに隠れたんだって。ゴミ箱があって、そこのこういうところにこうグッて隠れて、はい、で隠れてて、まあどうせ見つかんねえだろ、こんな暗いところでっつって、こうやって潜めて、ひそりそりやってたら、見つけたって言って、すごい力でグーってめちゃめちゃ思いっきり体引っ張られて、で、あまりにも思いっきりグーって引っ張られるから、んだってこの野郎っつって、バーンって手弾いたら、遠くの方で見つけたって言われた。で、誰もいない。向こうに本物の鬼がいる。あれ、やばいやばいっつって、そのままめっちゃ逃げたって話を聞いた。やべえ。めっちゃ怖いよね。めっちゃ怖い。めっちゃ怖いよね、それ。めっちゃ怖い。また聞きのまた聞きだけど、めっちゃ怖い。昔狂ったように人に怖い話聞いてた時期あった。自分はもう行きたくないっす。わかる。なんかもう、もういいよね。もうなんかいっぱいっすね。あそこはもう本当に怖かった、マジで。なんか不謹慎なとこに行ってる感じも嫌だもんね。なんか、ポルターガイストっていうものに対して怖さとか全く感じてなかったのに、いざ本当に目の当たりにした瞬間に、そうね。なんでがすごくて、最初に来た感情が、なんでって。なぜ確かに。逆にね、なんか俺みたいにそういうのがないっていうのは幸せなことかもしれない。かもしれない。そうだね。なんか、幸せなことなの。やっぱ何かしら体験してるからさ。そうそう、ちっちゃい頃に。なんか、マジで？その、いや、説明がつきそうでつかないみたいな、ギリギリのラインなのが、俺、やっぱ未だに説明つかないのがある。UFO しかない。 UFO も説明つかんねえ。でもアメリカが認めてるからね。最近は日本も対策本部を作ろうとしているから、もしかしたら。そうなんだ。時間は大丈夫ですか？あ、もうそろそろですね。はい。